皆さんこんばんは、ディライです。今日はニックっていうアイドルが今月こうデビューするからこう注目してほしいってこう多く言われたので、まあ、ニックっていうアイドルグループについて話してみようと思います。まあデビューは9月こう27日でもうデビューしたんですよ僕があんまり知らなくてこう調べるのに時間がかかってしまい、ちょっと遅くなりました。もう本当すいませんね。リクは昨年もう日韓サバイバルオーディション番組で、まあ、作られたグループで、韓国人6人こう日本人が5人が入ってる11人のグループなんですよ。こう今の目標は音楽番組でこう1位をすることらしいですね。まあ、僕におすすめしてくれた方たちは、まあ、本当いいグループで、まあ、かっこいいってこうみんなおすすめしてくれました。まあ、写真を見たらわかると思うんですけど、本当みんなイケメンですね。9月27日サンタモニカっていう韓国語のこうミュージックビデオも公開されたから、興味がある方はぜひ見てくださいね。こうオーディションの時こう日本語バージョンもあるからこう一緒に見てみるのをおすすめします。本当歌もいいし、まあ、ダンスもめっちゃかっこよかった。まあ、今の韓国反応はどうなのか一緒に見てみましょう。まあ、こういう知らせを初めて聞いた方は、どこで作られたのとか、こうオーディションは韓国でしたの、こう名前が、まあ、NHK だと思った。国内で、まあ、活動するのかな、まあ、活動頑張って良くなることを祈るってこう応援のメッセージもありますね。そしてリックのグループを知ってる方は、この子たちオーディションは結構前だったのに、なんでデビューをこんなに遅くするのって、こう泣いてる方もいました。まあでも素直に言うと、プロデュースの時こう話題もあったし、こうオーディションも韓国であんまり知られてなかったから、こう韓国ではすごく話題にはなってないんですね。リクの名前は、まあ、いつも頑張って、まあ、新しいエンターテインメントを作り、人々の心に刺激を与えるっていう意味らしいです。そして活動は、まあ、韓国だけじゃなく日本でも活動する予定でこう書いてるから、もうすぐ日本でも活動すると思います。まあインタビューでは、BTS 先輩みたいになりたいってこう言ったらしくて、こう韓国でいろんなコミュニティで、まあ、こういう話は結構流れていました。こう今デビューしたから、まあ、これから成長する姿を楽しみにしますね。また気になることや、まあ、聞きたいことがあれば気楽に聞いてくれると嬉しいです。まあ今日はここまでです。僕の動画見てくれてありがとうございますね。楽々